パリオリオンンピック登録商標男子ゴルフ第1ラウンド現地時間1日、ルナショナル・ゴルフ・クラブ、7174ヤード、パー71。パリ五輪の男子ゴルフが開幕し、日本からは東京五輪に続き2大会連続出場の松山秀樹、32と今大会が五輪初出場の中島啓太、23の2人が出場。 初のメダル獲得を狙う松山は8バーディー、ノーボギーで8アンダーの63で回り、暫定首位でホールアウトした。第5組でスタートした松山はパー3の2番ではティーショットでカップまで約5メートルにつけるとしっかりラインを読み切り初バーディー、続くパー5の3番では3打目でピンそばにつけるショット。2連続バーディーで勢いをつけた。7番パー4では約8メートルのバーディーパッドを沈めると、 9番パー3でもバーディー、9番パー5でもセカンドショットでグリーンそばまで運び、3連続バーディー、前半は5バーディーノーボギーの5アンダーで折り返した。後半も勢いそのままに10番パー4でのバーディー。落ち着いたゴルフを見せ、パー4の13番、パー5の14番で連続バーディーを奪った。パー4の17番、セカンドショットでミスが出たが、 約 3M のパーパッドをしっかりと沈めてリカバリーパー4の18番ではセカンドショットをグリーン左に外してバンカーへこのバンカーショットをピンそば約 1m につけるここでもパーをセーブしてスコアを崩さなかった松山は8バーディーノーボギーの63暫定首位でホールアウトした